クラクフ博物館の展示、ヤングネイクは、ポーランドの大工であり、19世紀の後半、自作のグライダーで飛行に成功したとされている。ドンブロバタルノフスカ近郊のカチュフカに生まれた。無学な農民であったが、大工としての訓練を受け才能を示し、絵画の修復を行った。カトリック教会司祭のスタニスワーフ・モルゲンステルンの、 励ましを受けて、木彫や石彫刻にも習熟し、教会や墓地の彫刻を行った。彼の天使の彫刻は絶賛を受けた。メカニズムに対しても才能を示し、当時の農業のための道具の改良もいった。村芝居の役者を演じたこともあった。ポーランドでは航空の先駆者とされている。独学で上昇気流に乗って滑空する鳥を観察し、 翼や尾の使い方を学び、死んだカモの翼の形を学んだ。いくつかの翼の模型を作り、自らの重さの模型を作り手投げして、確認を行った。1866年に、カシの木の骨組みを作り、ワニスを塗った布を貼って、翼を作った。数ヶ月の作業の後グライダーを作り、ラッティと名付けた。しっかりと座席に体を固定し、 足で翼を動かして操縦する構造であった。1866年6月に丘から短い飛行に成功した。数回の飛行を行い、グライダーを改良し、操縦にを学んだ。飛行に地震がつくと、50メートルの丘の上の45メートル境界の塔の上に離陸台の設置の許可を得た。1866年6月のペンタコスト境界の祭典の日に、 大勢の人々が訪れる中で1800メートルの完璧な飛行と着陸に成功した。教会の記録には1866年から1869年の間の祭りの日や新年の祝いの日に数回の公開での飛行が行われたことが残されている。近所の村々には評判が広まった。 1869年5月16日に、オーストリア・ハンガリー帝国のオトポルイシュフのカーニバールでの飛行で墜落し、数日後に41歳で死亡した。妻と二人の子供が残された。4年間に及ぶ彼の飛行は終わり、オット・リリエンタールの飛行に先立つこと25年に行われた飛行であったが、 文書による記録や図面が残されることなく、航空の進歩に寄与することはなかった。近年、クラクフ民族学博物館の館長であったタデウシュ、セベルイーが、教会の部面区の活動の記録を掘り起こしたが、確認されていない。ありがとうございます。